ソウルランは、ノルウェー南部のスカゲラク海峡沿岸を指す地方区分。かつては、ベストアグデル県とアウストアグデル県の2県を含めていたが、2020年1月1日に両県が合併し、アグデル県となった。そのため現在では、アグデル県と同一視される。総面積は16,493平方キロメートル。 国土のこの部分を一つの地方とする考え方は1902年に郷土シアのビルヘルム・クラームによって提唱された。これ以前はベストランの一部とみなされていた。ソウルランは古代のアグデル王国の半島に相当する。アグデル大学の名はこれに由来する。ローガーラン県やテレマルク県の一部をソウルランに加えることもある。一般的、文化的には スカゲラク海峡に望む沿岸部と捉えられているため内陸部の山あいは含まれない。中世、アグデル地方の東端はライグジャービットであった。2県は人口の8割が温暖で豊かな漁場にアクセスしやすく、交通の便も良い沿岸部に集中している。いかに沿岸部の主な町を西から東へ上げる。内陸部では林業や農業、観光業が基幹産業である。 オーセラルのボルテリードやセテスダール渓谷のホフデンのような人気のスキーリゾート地もある。ありがとうございます。